日本鹿児島県鹿児島市木入中名キ木入中名町は鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国区、はじむキ木入5中名村、木石キーシュ軍木入村大技中名、イブスキきキ木入町大字中名。郵便番号は891-0202。人口は2006人、世帯数は942世帯。面積は10.48平方キロメートル。 鹿児島市の南部に位置している。南部の海岸にある埋め立て地には日本の石油消費量約2週間分に相当する745万キロリットルの貯油能力を有する世界最大規模の原油中継備蓄基地であるエネオスキーレ基地が設置されている。鹿児島市の南部に位置している。町域の北方にはキーレセセク市町、南方にはキーレ町、 西方には南九州七蘭乱町長里がそれぞれ接しており、東方には鹿児島湾に面している。海岸部には国道226号とイブ枕崎線が通り、南九州市に接する山肌にイブススカイラインが通る。中央部には鹿児島市立中名小学校が所在している。集落は海岸線沿いに多く所在しており、一部が山間部や、 大地に散在している。中名では沿岸漁業が盛んであり、海岸は1 5トルで平均水深2ルの遠浅になっている。この地形を利用した地先海面の埋め立てにより、南部には原油備蓄基地であるエネオスキー歴地が設置され、エネオスキー歴地に出入りするタンカーと漁船が共用する記入港がある。2018年の記入港における 貨物取扱い量は5382万1113トンであり、このうち輸出が30万9883トン、輸入が2645万5665トンであった。記入港は関税法における開港場に指定されている。木入中名町には、鹿児島地方気象台管理の木入地域気象観測所が設置されている。木レ気象観測所における 気象記録は以下の通りである。明治3年には宮坂村と瀬セク村を合併し、上村となったが、1878年に、紀伊シ郡紀伊ーレ場村が、瀬セク村と中名村に分村して中名村として、成立した。1876年には、中名小学校が設置された。1879年の戸籍簿によれば、中名村は635個であった。 1884年の鹿児島県知事には、紀伊市郡のうちとして、中名村と見える、キーレ地周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、キーレ里に属していた、セ石市村、中名村、前の浜村、 生見村の区域より、キーシ軍キーレ村が成立した。それまでの中名村は、キーレ村の大技、中名となった。1897年4月1日には、鹿児島県下国海並軍会変更及び軍、廃置家法律が施行され、キーシ軍のうちキーレ村は、イブスキ軍及び、A 軍と共に、イブスキ軍を新設し、キーレ村は、イブスキ軍のうちとなった。 1928年4月1日には、キーレ村の行政区画として、町村制に基づく区が、キーレ村行政区画規定により設置され、大技中名の内瀬瀬串栄からアタゴ川までは、第2区、アタゴ川以南は、第3区とされ、1946年3月31日に廃止されるまで、行政区画として存在した。 1934年5月20日には、イブスキ線が開通し、中名には中名駅及び、キーレ駅が設置された。1956年10月15日には、キーレ村が調整施行し、キーレ町となった。1965年には、原油の備蓄基地建設について、キーレ海岸への誘致を行っていることが、キーレ町によって町民に広報された。 1967年には、日本石油基地株式会社が設立され、備蓄基地の建設に着手し、1969年に92.1万平方メートルの埋め立て地上に10万キロリットル級タンク12基で稼働を開始した。また同時に、記入校が開校した。その後1972年には10万キロリットル級タンク30基。 1975年には16万リットル級タンク24機が設置された。1988年1月1日には、大技前の浜及び大技中名の各一部の区域より、大技一層及び大技木入れが設置された。大技が分割された理由として、木入れ調教都市によれば、地区名と大技名の違いから生活に不便や不都合が生じたためとされている。 2004年11月1日に、木入れ町が、日置郡松本町、郡山町、鹿児島郡吉田町、桜島町とともに、鹿児島市に編入された。合併に際して設置された、法定合併協議会である、鹿児島地区合併協議会における協議によって、木入れ町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、 新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各庁の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、合併前の10月26日に、鹿児島県の告示である、町の区域の設定及び、字の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき、それまでの大技中名は廃止され、 大技中名の全域をもって新たに、鹿児島市の町、木入中名町が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立中名小学校市立小中学校に、通う場合、学区は以下の通りとなる。中名駅。ありがとうございます。